ホルヒは第二次世界大戦中まで存続したドイツの自動車メーカー及びそのブランド。ホルヒ 12-28PS1898 年11月14日、アウグスト・ホルヒは当時工場長を務めていたベンツ社から独立し、自らの名前のついた自動車製造工場を設立するに至った。ケルンにあったこの工場の設立当初は自動車の修理工場だったが、 やがて完成車の設計を行うようになり、生産工場となった。1901年に第1号自動車、タイプ4、5PS を完成させる。翌年には、生産拠点をブラウンに移し、さらに2年後の1904年には工場を、ザクセン州ツビカウに移転する。ホルヒの生産する自動車は、アルミ製エンジンの採用など、先進的な設計を用いており、高品質で、性能は、 優れていた。1906年にはタイプ 18-22PS が当時のドイツにおける大自動車レースであったヘルコマーカップに出場最小排気量車ながら見事に優勝する。これに伴いホルヒの生産台数は年々伸びていった。二度も工場移転したのはそのためである。しかしアウグストホルヒは技術と品質を過度に重視するあまり、 その名前とは裏腹に経営人の意見に耳を傾けず、経営名への配慮を書く傾向があった。このため出資者である経営人との対立が起き、1909年にアウグスト・ホルヒは会社を去ってしまう。直後、アウグスト・ホルヒは新たにアウグスト・ホルヒ自動車製作有限会社つびかうを起こし、ホルヒの社名を使って自動車を製造する。しかし、 旧ホルヒ社の経営陣は、アウグスト・ホルヒに、ホルヒ名の使用差し止めを求めた。裁判の結果、ホルヒブランドを使えなくなったアウグスト・ホルヒは、新たに、アウディ社を立ち上げることになる。翼を持った矢のエンブレム創業者を失った、ホルヒ社は、超高級車メーカーへと転身し、高品質なプレステージカーを製作していく。ホルヒ社は、当時のドイツでも極めて大型の直列8 気筒エンジンをいち早く導入した。1926年には初の量産8気筒モデル303を発売。1927年には8気筒モデルに翼を持ったや形のエンブレムを採用する。1930年にはやはり8気筒の500を送り出した。1931年にはモンディアルドロトモビルに V 型12気筒の6 7十を出展する。 高度な設計を伴った超高級車であったが、ドイツにおいて競合するマイバーフ8エッペリンやグローサーメルセデスに比べればかなりの低価格であった。この600、670はアウトウニオン結成1年後に姿を消している。ホルヒ 830BL ホルヒ 853A、アウトウニオンも参照1932年に アウディ・ホルヒ DKW ・バンダラーの民族系4社共同でアウト・ウニオンが結成される。ホルヒはアウト・ウニオングループの最高級車レンジをカバーするモデルとなり、高品質、高性能で名を馳せた。翌1933年、ドイツ発の V 型8気筒エンジン搭載量3車、830を発表。12気筒モデルは定着せず、以後のホルヒのフラッグシップモデルは 直列8気筒再致 C 社となる。1935年登場の850をもとに、1937年には853、951を送り出した。1939年時点のラインナップは V8。エンジンが 930V と 830BL。直列8気筒エンジンが 951A、853A、855となっている。 この時代のホルヒとして代表的なものは853-951の両シリーズである。1939年には当時のトレンドであった流線型を取り入れた 930S が完成する。風洞実験によって CD 値は0.243を達成したが本格量産には至らなかった。ホルヒ社では標準的なリムジーネボディを除いて、 すべて外部のコーチビルダーにコーチワークを依頼していた。代表的なコーチビルダーは、ドレスデンのグレザー社である。このグレザー社は、アウディ920など、ホルヒ以外のボディカソもを行っていた。メルセデス・ベンツと並んで、この時代のホルヒは、ドイツ国内資本の高級車の代表であり、ナチスの公用車としてもしばしば用いられた。もっともホルヒはそのステータスではメルセデスに、 やや譲るところがあり、ヒトラーほか、ナチスの上級交換はパレードでもそのほとんどが、グローサー・メルセデスを用いていたが、ヘルマン・ゲーリングは唯一人の例外で、パレードでは彼一人が白いホルヒを使っている例も、ある。一説によれば、ゲーリングは大のメルセデス嫌いであったという。これらのナチスに関する記憶は、後々まで忌まわしいイメージとされ、名門とされた。 ホルヒブランドの戦後の復活を妨げているという説もある。第二次世界大戦が始まる特技用車の製造に専念するようになり、統制型乗用車の車種であるホルヒ108やホルヒ901などをはじめとするオフロード仕様の大型乗用車や走行車の生産が行われた。初期型のトラバント P50 ク船州地域は第二次世界大戦後、 ソビエト連邦の占領地となり、後には東ドイツとなる。旧アウトウニオン社は解体され、経営陣は西側に移って新たにアウトウニオンを再生する。ケムニッツ県のツビカウにあった旧ホルヒ工場は、東ドイツ人民公社のベブ、ザクセンリンクとなった。同工場は1949年から小型乗用車生産を再開、当初は戦前同様木骨ボディの DKW マイスタークラッセを E4 開発として生産したが、1950年から DKW ゾンダークラッセに類似した前、構成ボディの3気筒モデル E4 開級に移行した。1956年からは、旧、ホルヒ系エンジン搭載の中型車、ザクセンリンク P240 を開発して、限定生産。1958年移行有名なニストロークに、 気業全輪駆動車のトラバントを生産開始する。このモデルは陳腐化した基本構造を変えないまま、1991年まで長期間生産された。しかし、ホルヒブランドが東西領ドイツにおいて復活することはなく、西側のアウトウニオンの企業経譜は後のアウディにつながることになる。ホルヒブランドの復活がなされていない理由として以下の説が挙げられる。 ホルヒ 930V ホルヒ 951A833.5LV 型た8気筒エンジン搭載。ホルヒのボトムレンジを担う車種。BL は LWB 仕様。BK は SWB 仕様。930ボディはそのままに830の 3.5L エンジンを 3.8L に拡大したもの。930S は他のモデルとは 全くの別物で、空力抵抗を考慮しており、ヘッドライトやフェンダーが現代のモデルのように一体化され、流線型にデザインされている。しかし、この 930S は、第二次世界大戦による乗用車生産のストップにより、結局は量産化に至らずに終わった。853ホルヒを代表するスペシャリティカー。 853は1935年2月から1937年9月まで、853A は1937年10月から1940年1月まで、それぞれ生産された、951ホルヒのトップレンジを担うモデル。エンジンは直列8気筒サイチェシー、グレーザー LWB プルマンカブリオレという3列シート車もある。 プルマン・リムジンを例にして、ホイールベースが3.745メートルで、価格が 18,750rm、車重が2 7 6 0ラム、最高速度が時速1 3 5キロメートル。6001931年から1933年まで生産されていたモデル。6リットル V 型12気筒エンジン搭載。ホイールベースは2.375メートル。 6701931年から1933年まで生産されていたモデル。6リットル V 型12気筒エンジン搭載。ホイールベースは3.45メートル。価格はオープンカーで 22,500RM、グローサーメルセデスやマイバッハチエッペリンに比べれば破格の安さであった。855戦前、日本へ渡ったホルヒはごくわずかだったと言われている。 中には中国大使館が所有する830があった。それ以外にも、後のカーグラフィックを生み出した小林翔太郎は中国大使館の830とは別であろう1935年型830を確認している。ありがとうございます。